にちは、皆さん。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。ロマサガサンリマスター23の動画です。前回までのあらすじは、龍馬貴族のアギラスがいる魔王殿を攻略しました。さて、ここで少し寄り道です。西の森へ入った時に暴走する車に衝突しました。いや、よく無事やな。ひとまず、ああいう怪しいものは教授の原因なので、訪問します。あれ？いてないな。いつもは入れない奥の部屋へ。教授いました。スーパーウルトラ。ラグジュアリー。いや、これ絶対覚えられんやろ。それよりも、後ろの溶液に使っている、おそらく、生物の方が危険そうなんだけど。ということで戦います。いい BGM。普通に戦闘するのね。何やら攻撃が当たる場所が3箇所ほどあるようです。ということで全体攻撃をします。並んだ。むしろ退却ができるんや。プロトタイプの方が赤でかっこいいやんな。勝ちました。終わり？一旦、教授の館へ行ってみましょう。キスだけかいな。終わりのようです。ロマサガさんは結構こういうのが多いです。何かイベントクリアしたらアイテム装丁が基本でしょ。
これで境地の館関係のイベントは全て終わりました。変わった動物に始まり、アルシャーノン、そして暴走者です。ロマサガ RS では境地が仲間になりますが、ロマサガ3では仲間にできません。非常に残念です。さて、今回の動画は少し短いですが、ここまでにします。次は4魔貴族のアウナスの攻略へ進みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録頼むでー。